のコーヒー飲んでる頃かと思った。また片付けだ。じゃあお先にいただきます。それさ、先生が描いた絵でしょ？ああ、そうだ。いいんだ、捨てちゃって。いらないものは捨てる。それだけだ。退職まであと5分。美術教師という肩書きも全て私はここに捨てる。あれだ、思い出は全部ここにあるんだみたいな。そんな綺麗事じゃない。じゃあ全部捨てるんだ。おい、じゃあこれも捨てていいの？これは大事なんでしょ？なんで、なんで捨てられないの？知ってたのか。ここで何杯コーヒー飲んでると思ってんの？これって翼？天使の翼。先生らしくないよね。天使の翼じゃない。え、じゃあ何？それは人間の翼だ。人には翼が生えてる。私は一度だけそれを見たんだ。とっても綺麗だった。もう一度見たい。あの翼を描いてみたい。そう思った。で、見たの？先生になってから。一度も見たことない。まあ、そもそも子供が見たことだから。文化祭か何かの飾りをつけていたのかもしれないし、夢や幻覚を見たのかもしれないし。それで人に翼なんかないって思うと、こうやって絵に描いてあるかもってまた思い直して。でも結局今日まで見られなかった。やっぱり翼なんかなかったんだな。でも見たんでしょ？確かに。まあな。じゃああるんじゃない？てかあるでしょ？ん？あるでしょ？私の背中に。見えない？あるでしょ、翼。てか先生にもあるよ。